私は政党を変えてきたという意識は全くありません。政党を離れたというのは自民党を離れた時だけです。なぜかといえば、それまでは半世紀にわたって自民党の一党の政権でした。これでは民主主義ではない。政権交代のない国というのは低開発国家、独裁国家か、日本を本当の民主主義国家だとみなす 欧米人は少ない自民党に代わる政党を作らなければいけない、切磋琢磨して国民の期待に応えるような政治をやっていくと、国民が本当に民心政権交代のある政治制度、これをきちんと理解していただけるためにも、やはりもう一回、政権交代を実現しなくてはいけないと。と